どうもこんばんは、こんにちは、白藤ゆあです。というわけで、前回から続きやっていきたいと思います。ちょっとね、パート2までマイクの音というか私の声が少しちょっとちっちゃい、っていうのがあったので、ちょっと今回マイクを近づけて、ちょっとあと発声ボリュームみたいなのをちょっとね大きめに、言いながら、ちょっと今後動画を出していきたいと思いますので、ぜひとも皆さんね、お時間許す限り楽しんでいっていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、前回までの続きは、1回戦で北摂高校を破って、無事にね、こちらの八尺ちゃん、はい、そして小枯らしちゃん、そしてみそのちゃんの3人をねマックス、ゲットできたので、今日2回戦目、やっていきたいと思います。はい、ところで2回戦目、ときめき青春高校、こちら青バッジがいるチームですね。投手に青バッジ、なかなかいい投手なので、あと結構やっぱりポジションもね、登録できる選手たちが多いので、狙うのはいいかな。黒金商業、そして六面大学投手勝負、これちょっと読めない、白轟高校っていうのが分かんないけど、投手、そしてミヤちゃん withDP 外野投手ファースト、これどこ行こうかな、正直迷うな。今確か八尺ちゃんと、ちょっと待ってね、正直まず図鑑を埋めたいので、3人以上いるチームにちょっと戦おうかなと思います。八尺ちゃん外野、小枯らしはショートで、みそのちゃんがキャッチャー。なるほどね。外野、ショート、キャッチャー埋まってる感じか。矢部くんもいますしね。確か自分も外野守ってるので、外野は埋まってるんだね。内野がまだ埋まってない感じか。了解しました。内野は、ショート、セカンドいるので、ファーストもサードもいるので。じゃあちょっとときめき青春高校ね、ちょっと行きましょうか。はい、荒れた高校から立ち上がったない、ときめき青春高校、挫折を乗り越えて這い上がってきたチームって手強いはずよ、ということで、はい、ちょっと今日はときめき青春高校行きたいと思います。これ投手がねすごい厄介で、ちょっと打てないかもしれないですね。で、今回ご機嫌が一番いい、ちょっとこの玉木ちゃんを連れてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。2回戦もここデッキビルドだな。昨日の勢いそのままに今日も勝ちに行こう。待っていたぜ、お前らがチャレンジャーズだな。そういうお前はときめき青春高校の選手だな。ああ、青葉ハルト、それが俺の名前だ、覚えておきな。白地くん、この青葉くんは確かすごい変化球を投げるって大会前から騒がれてたんだやんす。ちょっとなんか矢部くんのキャラ設定がちょっとブレブレなんだけど大丈夫かな。ほう、そこのメガネ物知りじゃねえか。だがこれ、この俺の超新魔球には敵はね、すごい、間違えてるってね、このって入ってないからね。悪いが、お前らの大会はここで終わりだ。ちょっと待って、矢部君のキャラ設定で、ね、喉が。いや、俺たちだって、そう簡単に負けるわけにいかない。魔球とやらは、うちの打線が打ち砕いてやるぞ。そんな打線ないよ、俺のチーム。よーし、みんな、もう私から言うことはない。自分の力を信じて、思い切りやってきなさい。うわー、試合で使えそうなアイテムがあるなら忘れずに使うこと。よし、胸張って頑張っといて。ということで、ちょっと今回使おうかな。ちょっと2回戦目標なので、2回戦勝って頑張っていきたいと思います。矢部君、頼んだよ。行きましょう。ということで、さあ、それではこの試合も張り切っていきましょう。試合の照明はどう変わるのでしょうか。梅のルーレットタイム。さあ、これ試合勝っただけでね、勝てば3人、右の選手獲得条件っていうね、ルーレット。赤マス止めたい。頑張っていこう。赤止まれよ。ほい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 。あ、ちょっと遅かった。あー、やっぱり点差次第になっちゃった。まあ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 、いきましょう。ディエシなし、先行の、点差次第、3点差以上つけたら、マックス3人ゲットできますということで、いやー、ちょっと2回戦から結構レベルも上がってくるんでね、頑張っていきましょう。はい、ということで、前回ゲットした小枯らしちゃん、ショート。はい、補給 G がちょっと怖いんですよね、今作というか、前作から補給が結構ね、エラーしやすいので、頑張ってください、小枯らしちゃん。そして、八尺ちゃん。はい、補給 G、怖い。すげえ怖い。八尺ちゃん、ファーストかしかも。マジか。ファースト誰かいただろう。ファースト誰かいただろう、おい。まあ、保守はそうですね、みそのちゃんでいいとして、ちょっとショート、ファースト怖いね、補給 G はね。
さすがにね。発射機ちゃんもちょっと外野として使いたいから、でも今村君でいいか、絶好調だし。今日は発射機ちゃんよ。まあいっか、このままでいこうか。なんで白地6番にいるね。まあ1番だよ。そして矢部君、はい、白地1番、2番矢部君、3番小柄ちゃん、4番発射機ちゃん、5番みそのちゃん、いきましょう。まあ、7回以降にこの意外性っていうね、確か、特殊能力が発動した気がする。意外性は、意外性確か7回以降ですよね、発動するの。5回以降か、5回以降両チーム得点、チーム無得点または7回以降負けているか同点の場面で同点または勝ち越しのチャンスに打席が回ってきた時、パワーが上がるというところでね、ここも期待しましょう。そしたらみそのちゃん呼ばれしょうか。で、発射機ちゃん5番にして、で、小柄ちゃんでしょうか。 OK、 いきましょう。 OK、 もう行こうということで、はい、右京左京さんいますね。右京左京さん、ライト、レフト、そしてセカンドチャライさんで、4番キリキ君、そして5番ファースト神宮寺君、そして7番ピッチャー青葉君、そして6番サード稲田君、そして8番ショート宮城ちゃん。宮城ちゃんめちゃくちゃ欲しい。行きましょう。これ勝ちたいね。これ3人欲しいな。頑張って点差3点差で頑張って勝ちに行きましょう。なかなか2回戦から難しくなってくるんでね。ここクイーンオブフェスティバル号、頑張っていこう。一塁側は今大会彗星のごとく現れた福井。前回ゲットした北摂高校はね、自分のねユニフォームで来てくれると。あ、みやびちゃんかわいい。みやびちゃんめっちゃ欲しい。ヤンキー高校ですからね、ここはね。やべ、青鉢がバット持ってきてるよ。さあ、このね、投手青葉くんがね、青葉がちょっとめちゃくちゃ本当に変化球がすごい投手なので、これを打ち崩せるかっていうね。あれすごい、本当に操作ね、あんま慣れなくて。青葉ハルト、呼ばれた男の度胸あふれる投球をご覧ください。ピッチャー青葉ハルト、かっこいいな。青葉ハルトって自分の弟もハルトっていうからな、かっこいいな名前ね。さあ頼むよ、キャプテン白石学園いきましょう。初球、さあ1球目、初球から打ちたいけど見ていこう。このね、超新魔球ね、どんだけ曲がるねんってね、やばすぎだろ、曲がりすぎだろ。さあ、ナイバチェー、白藤君、この超新魔球はできれば捨てていきたい。危ない危ない、石原君もちょっと。OK、ナイス、白藤君。さあ、メガネ。さあ、出た、今日も元気にご登場、魅惑のメガネボーイ。メガネボーイ、いきましょう、メガネボーイ。ちょっと巻きやな、そう、巻きやな、厳しいんでね、これまただろう、だよね、やばい、2球続けてきましたね、頑張っていこう、矢部君、続けていこう、また来るよ、また来たよ、ほら、OK、ナイス、ナイス、矢部君、つないだ、この超新魔球が本当にね、やばいので、これ次第、あ、小柄ちゃん、かわいいね。さあ、小柄な体に元気が満タン、頑張ろう。バスケットで鍛えた機動力が持ち味です。あ、調子負けすごいね。チャンスへ、チャンスへ生かしていこう。あ、今打ってよかったね、小柄、追い込まれました。打ってよかったね、今のところ。いや、嘘、ストレート、マジか。まあまあまあ、送った送った、ナイスナイス、小柄した取ってアウト。今の超新魔球かと思ったな。さあ、柔道で鍛えた恵まれた体格を持ちます。さあ、先制点取っていこう。マシュマロボディ、みそのチカ、さあ、チカちゃん行こう。覚悟を決めて打席に入っちゃいます。初球丸、初球丸あるからね、チャンスでもあるんで、このランナー返したい。あ、敬遠かな、敬遠っぽいな。5番バッターと勝負ですか。あ、超新魔球打てねえよ、こんな、どんだけ変化するんだよこれ。 OK、 来た。あー、ちょっと下叩いちゃったね。そう、なんかその、ね、前回の試合もそうなんですけど、下を叩いちゃう、ボールの下を叩きすぎて食らい上げちゃうんで、ダメだな。頼むよ、発射ちゃん来たんじゃない。あー、打球強すぎる、打球が強すぎた。いやー、先生取れなかったな、ちょっとダメだったか。先制のチャンスを逃しました。厳しい、今の取りたかったね、今の回ね。さあ、道原君頼んだよ。さあ、右打席に入った。さあ、右京君、三つ森右京です。おしゃれマスクと自慢の足がトレードマークです。さあ、右京左京を抑えていこう。初球は右京左京さんを抑えていこう。え、嘘でしょ、危ない危ない、何やとんねん、まずは入れて、何やとんねん、1球目から投げた。あと危ない、かわいいね、コントロール悪いね。道原君頼むよ、決めていこう、決めていこう、落ち着いていこう。
ボール球によ。オッケー。そして外をボール球振らせよ。ちょっとボールすぎた。あー打球だ。まあ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 。いいでしょう。落ち着いていこう。あ、ごめんなさい。ちょっと演出飛ばしちゃった。ごめんなさい。走んないでよ。ベスト。ポスト。オッケー。一個一個一個ずつ一個ずつ。さあ、自称チャラさが売りの彼ですが、その柔軟なプレースタイルは私生活の賜物なのでしょう。野球はチャラくないって、マジでマジでみたいな。チャンスビーやばいね。抑えたいね。ナイピッチ。キレッキレの変化球に手が出ません。あ、やばい、の真ん中わかんよ。みっちゃん、みっちゃんの真ん中わかんよ、みっちゃん。先制点を奪った。みっちゃん。みっちゃんそれはあかんよ。さあ、行こう、ズイキ君。さあ初球、確か前回活躍してくれたけど調子負け。OKOK、まずはヒートだったら強そうだね。第2球を来たね、調子負け。 OKOK、 いよいよ2最後までいいよ。落ち着いていこう。 OKOK、 この青葉くん欲しいよね、めっちゃ強いもんね。さあストレート、あーボール球かな。 OK ナイスチャライくん。あ無理無理、 OKOK、 やっぱここボタン置く。オッケー、ナイスチャライくん。ウィンも味方につけます。山田くん来たよ、超新魔球。オッケー、ナイス超新魔球。追いついていこう、追いついていこう。まずここは3点差じゃなくてもいいから、加藤、まず加藤、加藤来た。あー超新魔球だと思ったのに。超新魔球だったらまだね。なんでここでナックルカーブ、お前一球も投げてこなかったよ。ナックルカーブ最悪、このゲッツー最悪。さあビチャラ、オッケーナイマッチ。え、嘘でしょ、ミヤビちゃん上手すぎる。ミヤビちゃん上手すぎる、上手すぎる。ちあれ抜けるだろ、ミヤビちゃん、なんでそこ取るんだよ。いやこの二遊間安定してますね、本当に。さあ白王子くん行きましょう、勝ちましょう。さあど真ん中、ダイバッチ落ちる落ちる落ちる。オッケーオッケー、ダイバッチ。さあ矢部くん行こう、つなごうつなごう。名古屋場くん、矢部くんってなんだ。ナックルカーブもあるんですよね、ここら辺もね。いいボールだ、いいボールだ。超新魔球回、あやっちゃった、やっちまった。さあ1点取ろう、1点取ろう。小林さん頼むよ。打ちました、初球打ち、落ちる落ちる落ちる。サンルはいけないか、サンルはいけないか、いけないいけない。オッケーオッケー、ナイス小林ちゃん。さあチカちゃん頼むよ、みそのちゃん。来たんじゃない、あー最悪だよ、やっちまったわ。もうてかさっきからゲッツ多すぎだろ、俺どんだけ下手くそなんだよ。やばすぎるだろう。あー2点取らした、やばいやばいやばい。さあ5回はちょっと全員動かせるんで、やばいな、この超新魔球とストレートとスローカーブ。落ち着いていこう。あーだよねー、回転よく見ないとな。回転見よう、回転よく見よう、回転よく見よう。宮田くん、オッケー、あーもうちょい右か、もうちょい右だったか。入ってないよね。オッケーオッケー、ナイスナイス、よく見た宮田くん今の。ナイス来た、ほい、あー全然ダメだわ、2回戦勝ちたいな。宮田くん代打でもいいんじゃないの、正直。そうだね、代打しよう、誰でもいいか。志田くん行ってこい、ちょっともうスタミナないからね。ここは代打を起用してくるようです。頑張れ須田君。には代打が入ります。バットを出しません。新魔球すごいですよね。完全なボール球。もう青葉くん欲しいな。めっちゃ欲しい。超新魔球見送ってボール。強気で攻めてきます。新魔球。ストレート、ああちょっと待って、なんで下行ったの？すごいなんか今一瞬アナログが動いたよ。アナログというかなんかスティックを動かしてしまった。言い訳言い訳。さあ2本打ってるよ白石くん。ここでしょ、キャプテン。5回1点も取れなかった、これやべえな、完封負けするぞ。頑張っていこう、おチャンスです。ちょっと待って、ここは大関くんバントしたいな、ここはバントしたい、バントしよう。頼むよ、
ッケー、うまい、大関。ナイス、大関くん。さあ、ここ取ろう。一本ヒットで同点あるよ。宮田くん、あ、ごめんね、マイクがうるさかった。ストレート、オッケー、ナイスマッチ。ちょっとストップ、ストップ、オッケーオッケー。コンピューターがチャンスを作ってくれて、そのチャンスを頑張っていこう、返していこう。オッケーオッケーオッケー。さあ、土田くん、いきましょう。打席には9番バッター、ボロボロ、オッケーオッケー。宮田くん、足遅いな。来るよ。あ、今打ってよかったね、今打ってよかったね。そういった、もう変わんないか、 G も F も。さあ3球目、 G も F も変わんないか。さあ、ここ逆転しよう。これは完全にボールです。来るよ。あ、今の打ってよかったな。ちゃんと捉えてるよ、今の。さあ仕留められるか。はい、あ、やっちゃった。最悪最悪、今のは逆にボールの上を叩きすぎた。ちゃんとして、本当に王子くん、やばい。最終回終わらせないよ。あ、ピッチャー変わったね、西郷くんだったね。最後もそうだよね。ちょっとやばいやばいやばい、最終回に逆転しよう。4番から OK。 あー、ダメか、やっちまったぜ。さあ、発射ちゃん行こう。ちょっと強制しようか。さあ、いけ。あー、やってもうだな。やってもうだな。これ負けるな、負けたな。次行こう、次くん行こう。ちょっと基本西郷くんは、西郷投手は結構ほとんどストレートバッターだな。あ、フォーク投げてきたね。フォーク投げてきたか。 OKOKOK。 まだツーアウトから、野球はツーアウトからね。モブキャラで点数取っていこう。オッケー、いいバッター。あー、全スト、あれあれ、セーフティー、走れ走れ、続き走れ。今のはさすがにセーフになろうよ。やっちまったね。あと一歩及びませんでした。気持ちだけは負けていなかった。これが私の操作性の下手くそさですね。私を含め興奮冷めやらぬ。いやー、まあここでお時間となってしまいました。それでは皆さん、またお会いしましょう。まあ、パーセスはちょっとね、ここからね、本当にパーセスは回を重ねていくごとに、まあ、選手とかも増えていったりとか、あとゲットした選手を成長させていったりで、育成とかもできるので、本当どんどんパーセスは回数重ねてやっていこうかなと思ってるので。いやー、負けちゃったね。玉木ちゃんメモで経験と応援、いやー、ちょっと厳しかったね。はい、こんな感じでレベルアップしていきますからね。まあ、切り替えていこうか。血の滲む思いで身につけた魔球だぜ。一朝一夕で打てるようなボールじゃねえんだ。相手が悪かったな。一朝一夕で合ってるかな、この球。感じ。さあ、負けました。ゲームオーバー。はい。まあ、そうっすね。とりあえずは、ちょっと気持ち切り替えてね、また次、やっていきましょうかね。まあ、今作初パーフェスということで、まあ、とりあえず1回戦ね、負けなかっただけで、よしとしましょう。で、よしとしましょう。はい、ということで、白王子くん最後、努力上げていきましょう。全然上がんないけどね。ちょっと F を E にするか。E にできるかな。あ、できなかったね。ダメだね。ちょっと弱すぎたね。じゃあ、B と D に上げようか。で、パーも E に上げようか。で、あと何上げるかな。あと何上がるの。あと正直、敏将が余ってるから、総力上げようか。まあ、まあいいまで上がんないですけど、うん。で、あとはまあ正直どれかだけか。はい、か、呼吸上げて終わりにしようか。ほいということで、はい。あとはまあ取れるのないもんね、別に。変化球170は別にね。いやー、まあそうやな。バーセ、バーセなんか俺、普通じゃないんだよね。本もこのままでいきましょう。残念でした。まあいいかな、誕生日とかもそのままで適当で。はい、ということで、残念ながらパーフェス1回目はね、この能力で終わってしまいました。まあパーフェスは今後ね、まあ、いろんな個性的なキャラクターとかが出てくるので、まあ、そこの部分を皆さんもね、まあ、演出シーンとか、はい、まあアナウンサーとかね、熱森アナウンサーとか、ちょっと楽しみに、していただけたらと思うので、今後ともぜひね、お付き合いよろしくお願いします。一応アップロードしていきましょうか。はい。白王子くんの最初のアップロードですね。まあ、弱いんでね、はい。全然使わなくていいです、皆さん。はい。と
ということでね、残念ながらちょっとね、もう負けちゃいましたね、2回戦目ね。はい。というわけで、はい。ということでね、今回のパワフェス、まあ、1回目はこれで終わりにしたいと思います。まあ、2回目もね、この続きで、また新しく1回戦からね、やっていきたいと思いますので、ぜひ、お時間ある方はお付き合いいただけたらなと思います。というわけで、初めて来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方はね、お手数おかけしますが、高評価、コメントいただけたら嬉しいので、今後ともぜひパーフェース動画楽しみに待っていただけたらと思います。ではまた次回の動画で、生放送でね、いつもの癖が動画でお会いしましょう。またな、お疲れ様です。ありがとうございました。